皆さんこんにちは。3月28日木曜日午前と午後の合間のひととき、サッカーキングハーフタイムの時間でーす。<手>はい、本日の m s c は佐々木香里です。そして先週木曜日お休みだったんで安田さんお久しぶりでーす,おいます。ご無沙汰してます。お元気でしたか？すげえもう三週間ぶりぐらいじゃない？えそうですよ。 だだってロンド行く前もん、私が久々に会ったのにすごいさだちゃんが元気ないってすごいさなんか今日おとなしくしていただけなのになんかすごい嫌なことあったでしだってもうずっとこうやってこうやってこうやって座ったら本当なんかあったのかなと思っていやいやいや静かにしてることも許されないとなんか常にこうなんだろうね喋ってないといけないいやだから多分あれなんだろう俺ほら先週出てないけど先週は多分ねいろいろ爆発してはい ねあのツアーから帰ってきたからだからそれで言うと時間感覚がわけわかんなくなっていて先週っていつだろうみたいなしかも先週出たの火曜日曜日が違うしねそうなんかもう何やったっけな先週みたいなもうそんな感じなんです時空がよくわかかららない激動ででしたねねそそううすだからなんかもう何だろう3月28日っていつだろうみたいなそんな気分でああそうですねそうですよ もう行ってたのから、もう二週間ぐらい経ってるのね、ロンドン信じられない。もう行きたい。もう行きたいですもん。もう行きたいよね。むしろもっと。むしろ行ってくれって言われてた。ね帰りたいぐらい。行ってくれって言われてたからね。ちょっとやっぱ四月入ったら帰ろうかなみたいな。そんな帰ろうかな。行こうかなじゃなくて。そんぐらいの気持ちでね。気持ちはね。はい。で、なんか、あれなんですよね。来週から夜放送。はい。夜。夜。六時。から。 チェンジされるそうです安田さん出られるんですいやわかんないです全然その先のあでもいやわかんないですかどういうこと基本さ説明してくんないのよ私も何も聞いてないでしょ夜放送もう俺なんなら三島のツイッターで知ったんだって来週から一応なんかスケジュールが突然なんか変わってて時差でこれ変わったのかなって思ったのでも時差じゃないよなと思ってでそしたらなんかあのサッカーキングの youtube の方にお知らせですみたいになってあ。 ーみたい,ないや、まあ、確かにねほんのり説明はされたのほんのりうん、うん、でも具体的にいつかと細かいのがないま <laughs> まあ、なんか最終的に三島のツイッターでなんか <laughs> 夜になってもなんか「僕が出ます」みたいな,なんかそういうのだけちょっとあやってたやってたそう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 てて、ね、そう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 そでそ <laughs> た。そう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 そまそう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 そはそう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 そ えー、特集はバンドリュウジ元気に休憩中次なる活躍の場はというタイトルで特集をお届けしますこの番組はニコニコ生放送 YouTube ペリスコープで配信していますチャンネル登録フォローぜひお願いいたしますでは今日もハーフタイムスタートですということで今日は提供がないんでニュースそのまま紹介していきます、うん、まずこちらのニュースです、はいえー、香川真司に禁断の遺跡浮上シャルケとレバークーゼンがこの夏オファーかというニュースです シャルケとレバークーゼンがベシクタシュに所属する日本代表ミッドフィルダー香川真司の獲得に興味を持っているとトルコ氏が27日に報じました香川はこの冬出場機会を失ったドルトムントからトルコのベシクタシュにレンタル移籍新天,地での新天地での初戦で2ゴールを奪う衝撃デビューを飾りこれまでシュペルリーグで6試合に出場し3ゴール1アシストを記録しています え所属元のドルトムントとの契約は2020年まで残っておりベジクタシも完全移籍での獲得に動いているとみられますがもしドイツの2クラブが正式にオファーを出せば引き止めるのは難しくなると伝えられていますなんかにわかにまた人気銘柄になりましたね、ドイツ国内では、ね、もちろん移籍があるのでこうやってオファーありますけど当然、ベジクタシがあの完全移籍よという話もあるし。はい 冬のね、移籍市場だとスペインにっていう話もあったので<ー>また夏はかなり騒がしくなりそうな感じがしますね。トルコ市はラーって出てましたけど、うん、そのトルコ市がどれだけの信憑性を持っているのやらみたいなところは気になりはしますよねうん、うん、よくなんかトルコの新聞ってあのツイッターとかでも話題になってましたけど、うん、アーセナルの、ね、選手の話とかもよく出るんですけどうん、うん、トルコのチームがアーセナルの選手を欲しい。 別に誰とは言わぬみたいな <laughs> <laughs> ただ欲しい宣言よくするみたいなイメージあるんですけどどうなんでしょうねその辺はね、ね、まあでも国内史というかね自分自国の話だからその辺の辺信憑性もすすごく気になりまあとはねそのコパアメリカがあって若手主体で行くんじゃないかっていう話もあるけれども、はいはい、そこでまたね、まあ、前回招集されたわけだからまた、うん、候補に入って代表に入って。 そこの活躍ぶりでもまた情勢変わってくると思うのでうん、ねまあ、これからもまだ目が離せないんじゃないですかねそうですねはい続いての話題にいきましょう続いてはバイエル・ミュンヘン27日にレア,アトレティコ・マドリードからフランス代表リュカ・エルナンデスを獲得したことを発表しました契約は2019年7月1日から2024年6月30日までの5年間 遺跡金は万ユーロ、約99億円クラブ史上最高額と報じられていますなおメディカルチェックで右膝の内側内側副靭帯に損傷が見つかったため両クラブが協議した結果同日27日に手術を受けた模様うワイルのチームドクターによると来シーズンの開幕までには復帰できる見込みとされていますこれビッグサプライズだよね99億って、はい、まあ高えとかってあるけど、うん、本当に。 サイドバックにねいやでももう本当ディフェンダーの値段高騰しまくりですよねそうだねまあでもそのセンターバックとかでね、はい、も高いそのまあ古くはリオファーディナントから始まりすごい高騰してたまあずっと高騰し続けてるけどサイドバックで100億って確かになんかも聞いたことないよね、はい、今まであったのかなそんぐらいの規模感そう5年契約っていうのは結構すごいですよね、うん、でパバールも取ってるでしょ、うん、バイエルはい 両サイド世界一の両サイドで固めるっていうことでこれはすごい遺跡だねでこれしかも普通だったらこれディスカウント案件ですよちょっとね、うん、ちょっともしか分かんないこれディスカウントして99億なのかもしれないよね,ねもしかしたらしでもすごいよねそこをもそれでこのタイミングでもう、うん、あの遺跡を獲得を決めて、はい、で手術に踏み切るっていうのはこれはすごい。 遺跡ですよねなんかだって発表した日にはもう手術を受けてるっていうこの速さからももうねそりゃそうだけど期待の高さというか、うん、大事にされ方がね、うん、見て取れますけれども、うん、やっぱりディフェンダー、まあそのサイドバックの人材世界最高峰と言われる人材が少なければ少ないほど値段が高騰していく象徴のようなニュースですけど、うんすごい これはすごい。だまさかバイエルンがクラブ史上最高額でサイドバックを取ったっていねうね、んはい、ちょっと想像だに <laughs>、ね、まあ国内のねタレントをすごい取ってるイメージがあるけどもね、うん、その今まで取った、うん、なんだろう、まあれバウンドフスキとかさなんかいろいろ取ってるけど、うん、そういう人たちよりもはるかに高い金額ですごいなこれはすごい遺跡ですね。うん まだ手術を受けたばかりということなので、うん、回復の度合いも心配ですけれども、うん、7月1日から契約が始まるということですので、うん、来シーズン活躍を期待したいいと思います、はいはい。続いての話題はインターナショナルチャンピオンズカップ決まりましたね27日、この夏の試合日程を発表しましたこの大会は今大会はアメリカ、中国シンガポールイギリススウェーデンの5カ国で開催されます。 7月16日のローマ対チーバスグアダラハラで開幕し、同24日には中国でユベントス対インテルのイタリアダービー、同26日にはアメリカでレアル・マドリードとアトレティコ・マドリードのマドリードダービーが行われます。ということで、日程の画像があるそうなので、ご覧ください,、はい。グアダラハラというのは、どこのチームなんでしょう。メキシコだねチーバスは USA ってチーバスっていうチーム名が2つあって USA とメキシコのグアダラハラと2つあるからそういうふうに表記してるっていうことなんだけども,も ICC はまああの大体ねあのテストマッチっていうかプレシーズンマッチなので若い選手をあのたくさんテストするっていう意味ではねあのすごいあの楽しみないつも大会でまあでもここによくユナイテッドは踊らされて。 <laughs> すげえここで勝ち上がったから、あれ今シーズンいいんじゃないのと思ったら、意外とシーズン始まったらこけるみたいなことが。あるから。もうそれはもう往々にしてありますよ。往々にしてありますよ、ねはい。うちのコミュニティシールド。そう、それに踊らされないように。まあ、でも本当ね、ねあの普段見れない選手とかっていう若い選手とかっていうのが、ここでよく起用されるので。なんか、なんていうの、すごい。うん なんだろう切ない話エモい話しちゃうと、うん、この中にアースナルがいると、うん、すごい CL 感に戻った感じがすごいな <laughs> 私はいや戻れるかもしれないだってアーセナル・バイエルなんてもう CL ベスト16じゃんそうだ、ね、こんなんそうだ、ね、もう戻れるかもしれないじゃんもうそ戻れる戻れるんだけど、うん、あ 戻ったなっていう感じをちょっとプレーで感じた、うん、いやもうここでさマジで本当にレアルとかに勝っちゃうからさ勘違いしちゃうよね、えっと、勘違いしちゃうそれはちょっと勘違いしちゃうな <laughs> っていうところもあるけれどもそうですねまあ本当いろんな選手見れるんで、はい、あのシーズン中にねあの顔を合わせないクラブ同士で国を交えね、うん、対戦があるのでそれがす,す,、ね、すごいですよねすごいよね、うん、アメリカとなんかアジアだけとかって言ってたのがこれもいろんなところを巡ってでもさこれって全チーム巡るわけじゃないんでしょ そうくあのチームによってこことこことかっていう感じで、でねうん、うん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 っていう感じですね。なんか見に行きたいなこれ日本も入れてほしいよね。入れてほしい。なんかヨレんじゃーだって。I C C にね。うん入れて。<laughs> <笑><笑>えでもなんか普通に中国シンガポールとかとそんな遠くなく行けそうだし、うん、見に行きたいですね。うん、はいということで以上ニュースでした。一旦ここで C M です。 本日の特集です。バンドリュ元気に休憩中、次なる活躍の場は。<っ>よろしくお願いいたします。ますなんかお二人同い年ということで。そうなんですよ。実はゴールデンエイジっていう僕も。<laughs> 実はのなんですけど。というわけであの一方的にすごい楽しみにしてました。バンドさん早速変わらない、変わらないっていうコメントが。変わらない。 <laughs> 何が変わらない見た目あ見た目が,ああた目がそうそうそ若い若いとね来ておりますけれども皆さんたくさん質問とかあのねその後伺いたいんでぜひぜひ聞きたいことがある方はコメントしてくださいお願いいたします、はい、ということでまずね皆さんもうご存知だと思いますがバンドさんのプロフィールをご紹介していきます1979年8月2日兵庫県生まれ めっちゃ夏生まれっぽいですね夏夏生まれ夏夏,夏生まれ絶対冬生まれじゃない感じするもん <laughs> 偏見がすごいけどはい。1998年にガンバ大阪に練習生として入団し同年にプロレビューヴィッセル神戸、セレッソ大阪、え大宮アルディジャなど数々のクラブでプレーしナビスコカップ、天皇杯、ACL、J2、J3 など数々のタイトルを獲得されております 2018シーズン限りでサッカー選手としては休憩を発表現在は株式会社 Mr.12 の代表取締役やサッカー解説者として幅,くろ幅広く活躍されていますまずね、うん、タイトルの獲得の多さおいやでもは結局取ってないで,すから、ね、でももうだから J1 残してほぼフルコンボじゃないですか うんそうですね、まあ、J3 去年取りましたから、J2、うん、は2回、で、まあ、ナビスコ、天皇杯、ACL と、J1、うんうん、取れてないなーみたいな、取 <laughs> <laughs> るつもりやったんやけど、取るつもりで頑張り行ったんですけどね。<laughs> ACL 取ってますからねでもそうですね、うん、2008年、ACL 取って、うんまあ、クラブワールドカップ出て、3位、うん、ですから。 まあ,ある程度はまあ経験はしてますねなかなか、ね、これだけのタイトル持ってらっしゃる方って少ないやいやそんなだって小笠原とかは J1 でもいっぱい優勝してるし、うん、まあ遠藤とかもそうやし、うん、まあ全然そんなにあの悪くはないけど <laughs> いいかって言われたら、はい、まあそこまででもないかなみたいな感じですよね。うん 私そんなに J リーグに明るくないのでかんかこうそれまあそれがねうんどうぞどうぞはいねヴィッセルセレッソガンバ大阪県でこれだけ移動するのってか関西圏関西圏大阪圏では関西圏関西圏いやまああの 地理的には近いですから、うん、でもまあそのライバル関係っていう意味では、はい、あのー、お互い結構いろんなライバル関係あるんでうん、うん、そのファンとか大丈夫だったんですかサポーターのウーングとかうそうですねまああのー、神戸は僕兵庫県出身なんで地元なんで、はい、で4年間いて J2、うんえー、に J2、うん、<laughs> <laughs> に合格、うんえー、して、はいえー、ガンバに。 うんえー、まあ行ったというかもともと僕ガンバが一番最初のチームだったんで、はい、戻ったっていう形なんですけどやっぱりそのあのあ神戸のサポーターからはこう結構こう「なんでなの?」みたいな声はやっぱり、うん、まあありましたね。いやいや本当にそういう声もたくさんいただきましたしであの。 まあガンバとか違うチームで戻って神戸のスタジアムに行った時はまあ常にやっぱりこうブーイングされるみたいなやっぱ僕としてはその4年間こうビッセルでやったっていうのはすごくいい思い出ですしカズさんとも一緒にやれましたしその中でこうでもそういう J2 に落ちてで僕その時25歳だったねでまた代表に入りたいっていう思いもあってやっぱガンバがもともと最初のチームが呼んでくれたんで。 まあ戻ったんですけど<ー>まあでも僕のその思いとやっぱりサポーターの思いっていうのはやっぱりそのリンクもしないんで、うん、そこはこう分かってほしいっていう思いというか、うん、まああの、まあ、僕はそういう決断をするっていう、うんえー、感じで、うん、だからこう、うん、まあそういういろんな気持ちも僕もやっぱ理解はできますし、うん、だからこういろんな若い選手たちが次に いろんな感じで移籍するときにやっぱりこう出ていき方であったりとかまあ言動であったりとかなかなかその思いって伝えたとしても伝わらないこともやっぱりいっぱいありますけどでもこうある程度しっかりと誠意を持ったとかで分かってほしいこととかっていうのは多分あると思うんでその辺はしっかりと伝えた方がいいっていう話は まあするようにはしてますね、うん、そのねやっぱり当時と今では選手がこう自分で発信できるツールとかもすごく増えてきてる分、うん、すごくサポーターとの距離とかって難しかったりもしますよね、うん、いい面もあるし、うん、ちゃんと伝えなきゃいけない部分も出てきま、ねうん、そうですねまあその sns がこれだけ、はい、あの普及してきて、うん、いい面もあれば、うん 悪いいいももちろんねいっぱいあるでしょうから自分の言葉を発信するっていう意味ではすごくいいと思いますけどでも発信しなくてもいいことも多分あるでしょうから例えばいろんな批判とか、まあ、昔その時に神戸の時にもしそういう SNS がいっぱいあって何かいっぱい来てたらもしかしたらその,その時の感情だけで僕が何かを発信してそれによってこう。 また関係がもうよくなくなったりっていう可能性もないことはないですし、うん、でも自分の気持ちをこう今はこうなんだっていうのを伝えるっていう意味ではすごくあのいいのかもしれないですし、うん、これはなかなかねそして今株式会社ミスタ Mr.12 会社をやられているということなんですが、はいはい、皆さんねど,うどんな会社やってるの 社長なのみたいなコメント来てましたけど。うん、ああ、そうですね。まあ、二千十一年にの三月ですね。三、はい、月九日にまあ設立して、うん、でまああのー、選手をやっぱりいずれはこう引退していくっていうことは、はい、もうまあ確実にあるわけで。はい、まあ、カズさんはまだないですけど、<laughs> うん、まあ大部分の選手は確実にあるわけで。はい、まあそう考えた時にこう自分の将来も含めで選手たちのこう。 まあ、セカンドキャリアですね、まあうん、セカンドキャリアっていう言い方が僕はあんま好きじゃないんですけど、うんまあ、次のステージに行った時に、あのー、やっぱ選手ってこうサッカーしかやってないですから、はい、それだけじゃないことをいろいろ学んで選手が終わった後の次のステージに行った時にすんなりこう入れるような感じのことをいろいろやっていきたいなと思って。

なないいじゃないですかテレビとか出たりとかそうやって、うん、でもまあその時は蝶ネクタイでずっと出ようかなと思ったんですけど、うん、いや今日もありますよ隣には持っていってるからいやいやもうつけてほしいならバッとつけますけど今日はまあその、はい、なんていうんですかちょっと硬くなる部分もあるじゃないですかどうしても、まあ、僕がつけたとしたらこう周りがこうちょっとこうみたいな<ー>もうなんかちょっと今日はこあの脳体でちょっとあの西野晃スタイルでいかない感じですね。<laughs> <laughs> もうでもこの会社を建てようっていうのはもう現役のバリバリの頃に普通にこう、うん、なんだろう全然その引退とかを考える前に建てられたってことですよね。うん、そうですね、まあ、あのガンバ2009年シーズンで、えー、契約満了になって、はい、でその後にセレッソに行ったんですけどあ,のあんまりこうその時僕まあ30歳だったんですけどなんかこうちゃんとこう僕的にはいろんなとこがこう。 欲しい欲しいって言ってくれると思ってたんですけど案外なくて「そんな感じなんや30歳」みたいなこれやばいなみたいなこの後のことちゃんと考えなもしこのセレッサ今回契約してくれたけどなかったら次ないなぐらいに思ってたんでじゃあなんかちょっと始めななみたいな感じであの始めたんですけどまあ当時はやっぱりその選手やりながらそういう会社やってるとかいろんなことやっててなかなかなかったんでまあクラブも含めいろんな周りにも。 なんかそんなのせずにサッカーしっかりしろよみたいな感じでまあ結構言われてでもまあ僕的にはこうちゃんとしたこうものがあったんでやっぱサッカーをこう発展させたいとかあのしっかりとその経営も含めいろんな勉強がしたいっていうのがあったんであのまあ言われるとちょっとねやっぱりこうああそうやなと思う反面やってるからこそしっかりと結果出さないとあみたいな感じで。 結構セレッソの時になんかこう途中から入ってハットトリック2回ぐらいとかしてでまあサッカーもちゃんとやってるんやっていうのも見せつつあのまあやってた感じですね両面でね。そうですねまあ本当あの どっちかにななると、ねうん、よくないでですし、うん、でもこう若い時はそそれこそまあ30歳ぐらいまでもサッカー一生懸命やればいいと思うんですよ、はい、でも30歳超えたら次のことも考えるっていう意味で、うん、いろんな社会勉強も含め、うん、いろんなことに挑戦していくのは、まあ、僕自身としてはすごくいいなっていうふうには思ってて、うん、ただじゃあそっちだけになるんじゃなくて両方頑張るっていうのをこうやらないといけないなっていうのは思いましたね。うんうん、そんな中で昨昨年、昨シーズン、はい 琉球で J3 優勝 J2 昇格を達成されました、うん、そうですねこのシーズンはどんなシーズンでした、あのー、大宮が、えー、J2 J1 に降格して J から2017のシーズンですよね、うん、で、契約満了になって、うん、でこうまあでも僕的には、まあ、怪我もちょっと多かったんですけどまだやっぱ選手をやりたいっていう思いはずっとあってちょっとこう。 やめるっていうのもまあ考えなかったわけじゃなかったんですけどちょっとまあ不完全燃焼な感じがあったので,で J1 でやってて J2 はもちろんあの札幌の時と大宮の時2回経験しましたけどでもあの2回とも優勝してるんでその中で急に J3 っていうのでやっぱりちょっとこう自分的にもどうなんかなってい思いはやっぱあったんですよね。でもこうやっぱり 行ってみてみやっぱ経験したことないところそこでやっぱりこう優勝 J3 で優勝できたとすれば、うん、これはまた一つ僕としてはあのいろんな経験になって素晴らしいこ,うことになるんじゃないかなっていうふうになって思い切ってこう海を渡りましたね <laughs> なかなかやっぱりこうキャンプとか旅行とかではあったとしても。うん うん、住むということでこの海を渡るっていうのはなかなかかハードルが高いですね <laughs> やっぱりこうね実距離が伸びると精神的にもそうなんですよ <laughs> そうなんですよ本当にねあのいや飛行機乗ったらすぐやんってやっぱ言うんですけど、うんはい、例えば急に何かあった時に、まあ、何があるか分からへんけど、うん、じゃあ向こうに知り合いもいなかったですし。うんはい これどうしたらいいの、この孤,孤独死やなみたいな。<笑><笑>もう本当にこう、もう、やっぱ寂しくなるような、はい、あのー、イメージだったんですよね。ただでも、やっぱ行ってみると、あのー、何よりも、やっぱ気候がいいですし。うんうん あとはほんと人がやっぱり向こうの人たちはいいですね、うん、あの沖縄の人たちは本当純粋で素晴らしい人たちばっかりで、うん、この1年で本当にあのいろんな知り合いもできて、うん、みんなにあの愛してもらって、うん、あの優しくしてもらって、うん、ほんとサッカーもそうですしプライベートも本当に充実してたんで、うんうん、行って本当良かったなと思いましたね。へー やっぱりサッカーするのにも適した気温というか気候ですかあの年齢が上がってくるとどうしてもやっぱり関節も含め筋肉も含めやっぱり劣化もしていきますし硬くもなっていくんでややっっっぱ寒いところででるのてて本当に体がきつくなっていくなんですよね <laughs> <ー>だから小野伸二はよく北海道でやってるなと思いながらも。<laughs> いいや本当にねで暑い暑いって言うんですけど <laughs>、はい、いやもちろんその夏は暑いですよ日差しは暑いけど、うん、でも影に入ると涼しいですし、うん、そのこっちも、ね、関東も関西もやっぱりこう夏は暑いですし、うん、風なかったらやっぱりサッカーするのきついですからそれを考えたらあので、まあ、あのまあ言ったらあれですけどやっぱり J1 とかに比べるとレベルはやっぱりそんなに 高くないので、うん、自分がやっぱフルに良、えー、かった時、えー、体がガンガン動いた時じゃなかったとしても、うん、ここでやるっていうのは、うん、今の自分には適してたんで、うん、そういう意味ではあのすごいこういい経験ができた1年で、うんうん、1> なんか思い切ってチャレンジして良かったなっていう風うには思いますね、うん、コメントでもバンドさんが J3 クラブもちゃんと見てくれたのが嬉しいんだよなっていうコメントもね、うん、実際来てますがあのー J3 に行ってみてあのいろんなクラブと試合もしましたしいろんな場所にも行きましたしやっぱりまだまだこう J リーグとはついてる中でも選手の待遇もそうですし、えー、クラブの環境もそうですしもっとやっぱ改善しないといけないことをもっとこう各クラブがもちろんあの努力はしないといけないんですけどじゃあどういうふうに努力していくんやとかどういうふうにやったらもっと良くなっていくんかっていうのを 多分,分からないことも多いと思うので、うん、その辺は本当にこう、まあ、J リーグの上の方とか、うん、トップがやっぱり J3 に対してあのちゃんとした指針をこう、ね、するのも必要でしょうし、うん、こうやって僕みたいにいろいろ経験した選手が、えー、J3 っていう環境はこうなんだとか、うん、もっとこういうことを改善したらもっと選手たちは良くなるのになっていうのをあのみんなに伝えていってするのも大事じゃないかなっていうふうにも思いますし。 あの本当にねえー、まあ琉球だったら那覇空港から羽田まで行って、はい、まあ2時間ぐらいですよね、うん、まあそれはそれでまあ飛行機の移動だけだからいいんですけどその後福島行くのに羽田から6時間ぐらいバス乗るんですよ。で練習すするわけですよねで練習場所もそんなにあるわけじゃないですからあのフットサルコート、うん、もう。 下がもうガチガチのフットサルコートでちょっと1時間ぐらい練習して次の日1時とか2時ぐらいか試合なんですよ。これなかなかか体はやっぱりあのきついですよで若い選手たちもきついきつい言ってんのにもう39の俺がきつくないわけなくだからまあそういうのも例えばじゃあそういう移動が大変だったら、あのー、羽田からじゃ羽田から仙台までもし飛行機で飛ぶとしたら。うん 仙台からバスで1時間ぐらいなんでそれだと体の負担も全然マシだと思うんですよ6時間バスで行くより6時間バス乗ったことあるまあまあええねまあまあ6時間行った後次の日にガンガン試合するからやっぱりだからそういうふうなのをじゃあその次の飛行機ちょっと例えば何か援助があるとかっていうのは J3 のクラブに対してはもうちょっとその。 交通費もも含めいいいいろろ援助があってもいいんじゃないかななとぜ、うんうん、ならやっぱりサッカー選手試合が一番メインで試合をしっかりするためにやっぱり僕たちは1週間のしっかりとしたこうスケジュール練習をやってる中で最後その移動でやっぱり体調を崩してしまったら次の日の試合がなかなかできなくなるんでその辺はちょっとこういろいろこうまあ僕自身も。 言っていかないといけないなと思いますしいろんなことを考えていかないといけないなというふうには思いますよね。うそうですね、はい、そしてですね、はいあのー、実際に沖縄、はい、琉球が J3 を優勝して、はい、J3 の雰囲気とか、はい、もしくは沖縄の,、うん、その琉球を取り巻く雰囲気というのは沖縄に最初行ったときに、はい、サッカーの「サの字もなかったんですよ。うんほう やっぱ沖縄ってやっぱりアメリカ文化なんで、うんまあ、バスケとか、うん、で高校野球がやっぱり強いんで、うん、野球とかでハンドボールとかも結構強いからハンドボールがもあったりとかうん、うん、っていうのでサッカーの本当さの字もなく、うん、それこそ僕が行った時に。 誰一人やっぱり僕のことは知らないですしあ,あサッカーしてるんやサッカーしてるって何どこでしてるのみたいないやいやあの一応そのまあプロであのやってますけど <laughs> おプロのチームあるのみたいなぐらいな感じだったんであやっぱりこう日本全国僕まああの札幌も行ってたんで、うん、北から南までいろいろあって、うん、でやっぱりこういろいろ地域に根ざしてるクラブもあれば、うん、えー 沖縄みたいにまだそうじゃないクラブもあるっていうことはまあポテンシャルもあるしそれこそまあ伸びしろもあるんでいろいろな発信をしてどういうふうにしたらサッカーが盛り上がるのかっていうのを去年1年でいろいろ自分なりにも体験しようというふうに思ってまあそのためにはやっぱり何よりも。 勝つこと、うん、J3 で優勝すること、うん、J3 で優勝をするようになっていったらメディアもどんどん注目してくれて、うんまあ、テレビなりラジオなりで、えー、いろいろやってくれる、うん、でその中で僕がこう出ていって、うん、いろんなことを話すっていうサイクルを作っていってみんなで成功体験を一緒に経験できたら、うん、これはちょっと良くなるんじゃないかと。うんうん いうふうふに思って、えーまあ、メディアの人たちとちょっと仲良くなって「うん、あのテレビちょっと出させてくださいラジオどうですか?」って言ったりとか、うんでまあ「取材もちょっと来てくださいよ」とか「うんまあ、SNS も含め、えー、自分の中でいろいろ発信していったりとか」うん、っていうのをこうちょっとずつやりながら、うん、最後、えー、本当に平均前2,000人ぐらいとかだったんですけど、うん、最後の試合は優勝を決める試合は8,000人ぐらい入って。 で、優勝して「あみんなすごいね」とやっぱこう、沖縄のチーム沖縄の誇りそのチームが次は J2 行って次ここでまた優勝したりとかしたら J1 行くんやって今まで有名物語やったのがちょっと現実に手が届くんじゃないかってみんな思い出してきたらやっぱりこうちょっとみんな興味持ち出すんですよね。で、今、今年年 J2 上がっって、やぱ去 勝ち癖がついてて、うんえー、相手のチームたちもどういうふうな琉球をサッカーするのか分からないっていう中で、うんえー、今負けなしで、うん、4勝1分けかな、うん、やってて。うん、だこっかかからは、うん、なかなか 厳しいかなと思いますが厳しいというか、うん、あの分析もしてきて42試合42試合あるからこれ、うん、なかなかしんどいんですよねやっぱ、うん、夏場また移動もあるでしょうし、うんまあ、そういう中でどういうふうにやっていくかっていう感じですけど、うんまあ、去年の僕がこう j 3でやった時の場合は、まあ、その優勝するためには、まあ、こういうのが必要で今こういうメンタリティーで。 うういうふうにやっていってたら優勝できるからっていや行くかどうかなんて分かんないですけど、うん、まあ,ある程度優勝そのしてるこう経験があるんで、うん、そのためにはこうするんやとこれが大事なんやっていうふうに言い続けて、うんえー、優勝することができたんで,、うん、で彼らも J3 で優勝することができた、うん、J3 で優勝する体験ができたっていうことはこれ J2 でやるのと、うん、そのサッカーっていうリーグ戦っていう意味では大して変わんないですから。うんうん だからまあ今年も多分自信持ってやれていると思いますし、うん、このまま流れを継続したら、うんえー、可能性はないわけではないと思いますけど、うん、まあなかなかそんな簡単にもいかないなとも思いますごくこの、ね、今、自信を持った状態で、うん、しかもスタートダッシュがうまくいっている。うんうん これは結構なんかね我々も注目したいというかどういうシーズンになるのかここで一回スランプとかに一回陥った時どう脱するのかとかねいろいろ見どころが生ままれてきすよねあのまあねアーセナルとか好きでしょうけど J リーグに「明るくない明るくない」って言ってますけど「明るくないって何なんや」とかそこは僕は思いますけど今のじゃあアーセナルで分析すると。 やっぱりリーダーがいないリーダーダがいないなとで経験もない優勝してるとかこう,こういうふうにやっていくっていう経験もないんで、はい、やっぱそういうふうなチームってやっぱり悪くなった時に立て直しが効かないんですよね。そうなんですよでいい時はいいんですよあの若いやつとか、うん、パッと一発元気とかっていうので勝てる。うん、でもやっぱりチームが本当優勝していこうと思ったらやっぱりそれを。 選手の中でやるリーダーもそうやし監督としてのリーダーもそうやしっていうのがないとなかなかやっぱ結果とかは現れないんでそれはあのもちろんねヨーロッパレベルが高いし面白いからヨーロッパはヨーロッパであるけど J リーグでも一緒やから,だからそれってだからこう J リーグもやっぱり。 日本人だから J リーグなんよ J リーグなのやっぱり J リーグを明るくなくてもいいでもリーグ明るくないって言わんでもいいいと思うよちいち J リーグを否定したりとか日本のサッカーを否定してるわけじゃないけど知らんっていうのは言わんでいいと思うし全然言わんでいいしもっと知っていった方がいいと思う。そうですね もっと知っていった方が、うん、もっといろんな仕事あると思うよ。<laughs> 仕事じゃないですよね。ね<え>ちょっと居酒屋みたいにない。<laughs> そっから居酒屋だ。酔っ払ってる話してる感じって言われてますけど。<笑><笑>みんなだって好きになってほしいから、やっぱサッカーを好きになってほしい。サッカーを好きになって、やっぱりジリーグを好きになってほしいから。うんうん そうですねだからそ,の、うん、それで言うともうどこから入っていいんだろうみたいなところがあるんですよもうなんでよたくさんあるみたいな、うん、J1J2J3 どっから見たらいいんだろうみたいになってますけど今そうやって一つのチームをこう教えていただくとすごくこう、うん、なんて言うんだろう親近感も湧きますし、うん、そこからね入れたりもしますからね。そそれはあると思ううううよだからここややねやっぱこう どど東京東京出身はいそう今ね地元のチームでいいじゃんって言うんですけど地元がねすごい難しいところもあるんですよね確かにね東京ってなかなか地域性としてね確かにそうっていうのもあって好きな選手とか好きな選手ですかいる誰かすごいフラットに見ちゃってるんでああなるほどねそうなんですよねじゃアーセナルが好きやったらはい あのベンゲル名古屋にいたらから名古屋応援してみたまずは遠いなだいぶいやいやいやいベンゲルのあのクントを受けたチームをまず応援するイズムをねそう今は違うかもしれへんけどどっかにエッセンスって残ってるからなるほどだからあの日本は名古屋ですとなぜならベンゲルがいたからそれだけでえねマことも知らんけどそれだけでそれだけでうんちょっ とそれで、あ、今名古屋ってこういう選手なんや、でももう今日から多分名古屋のことめっちゃ意識しちゃった。<laughs> それでいいと思うよ。<laughs> でちょっと一つ、そうちょっと一つ好きなチームができたら、<laughs> はい、あ、ちょっとあ結果気になるなとか、誰がいるんやろうとか、まあうね、どうなんやろうって、いや多分昔の。 アーセナル15年です年間15年間,15年間まあまあ最近やな <laughs> まあまあ最近のアーセナル好きなんかそうか俺アーセナル練習行ったからね <laughs> 2001年稲がアーセナル行った時にお<ー>じゃあこうしよう、うん、名古屋ちょっとやめようやめた 稲本がアーセナルっって知る年行たね私最初のサッカーの出会いが2002年のワールドカップなんでそのダイレクトには知らないですけど歴史としてそうだだからじゃあ2002年ゴールも取ったアーセナルも行ってた稲本がいる相模原応援所まずそこから行こうまずそこから行こう。 まず相模原で、まあ、相模原じゃなくてまず稲を応援する、はいね、稲本が好きみたいな感じでそれぐらいからやっていこういやそれで一つ決めてでもしねじゃあいやちょっとやっぱ相模原違うな稲本違うなと思ったら <laughs> 次名古屋そうそうそう,そういやちょっとずつやちょっとずつ本当に。<laughs> そうですね一つ一つねちょっと私もじゃあ新たなシーズンをいやそうやでやっぱりねそのなんていうんかな応援してるチームがある方が絶対幸せやしいやそりゃそうですよだってアーセナルのこといつも気になるわけやもんじゃうずっとほぼアーセナルです割。じゃあもうあとの2割はさ J リーグ入れてよちょっと入れて入れてんかもう教えるからさ俺でもそういうのすごい嬉しいですなんかもはや本当 ななんかかかどこららら手をつけたたっってなってましたから <laughs> 確かにねいやそれはあると思う、はい、だからほんとまんべんなく見るみたいになっちゃってるんで、うんうん、まず決めようはい思い入れがねあそう思い入れを思い入れを作ろうはいねっ 結構ね、うん、この職業の方たちって思い入れがある人もいるし、うん、逆にねフラットに見てその方が仕事しやすいみたいな人もいるから、うん、どっちがいいいんだろうみたいなねさ、うん、っきね、うん、会ってこのサッカーキングのやつあってはじめましてってやったら、うん、いや実は僕あの小学校の時にあの僕がヴィッセルの時に <laughs> ベルディの時になんかスエスコートキッズで手つなぎましたみたいな。<laughs> えーね 人がいてまあこのね正面になりけどそんなことありますかえ今じゃあ手繋がなくて大丈夫ですか再現再現それはもうそれは後でねそんなのこれもうなツイッターなりなんなり流してもらってね再開やからね感動の再会感動の再会ですよ2002年とか3年とか4年ねあの辺やからねもう十何年前でしょうんうんうんすごいよね あそういうドラマがサッカーにもあるわけよ。そうですよね、うん、それをね海外やったらねあんまドラマってそこまでさもう見るだけやん。<laughs> いやいやそんでもないそんなこともない違う違う違う。体感はそんなにんなな体感はそこまでできひんやん。 じゃあ試合見に行こうってパッと見に行けるわけでもないやんでもそうなんでだからこそ13年ぶりに私先々週ロンドンに行って試合見てきた感動はすごかったですああそれはいいねでもハイバリー行ったことないやろ行ったことあるんですあのあるんやちょっと見届けてもらじゃいでいや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 俺行ってるから俺だってアーセナルのあのクラブハウスにも行ってるしさ あのアンリーとかビエラとか <laughs> ファンペルシーとか <laughs> もうそれこそトニー・アダムスとかリー・ディクソンとかシーマンとかあの辺とかと一緒に練習はちょっと別でやったけど<う>一緒にラブバース一緒にいたから、はい、ちょっとねあの話が前後するんですけど、うん、あなさんの好有録番有録というものでですね SNS をあのすごく盛んにインスタやってくださっていてその中にね写真がたくさんあるんですけど <laughs> 見せてもらっていいですか <今>すごくないですかアナムさん、ーーシーマン2002年やで、うん、いやー、ーうん、すごいそうやろ、うん、赤のニット着ていったからね <laughs> <laughs> ちゃんと寄せて知らんやろ、でも、こういうの どこですか知らここの2人知らないでしょあ現役時代はもちろんでもシーマンは知ってますもちろんあ,<ー>であとこのクラブハウスで撮った写真は結構あの見、うん、<laughs> てましたからああこれ文章読むとロナウジーヌにフリーキック決められたって感じ,じ <laughs> <laughs> よく覚えてますけどそ、まあ、まあ、シーマンねこれちょっとどう説明したらいいかな <laughs> サッカー好きな人は知ってるけど知らん人とかは分からへんからアロマーシアン決められてあああれねあ<ー>みたいなでもちてるの、フレディー・マーキュリーにちょっと見えるな、うん、<laughs> 今やったらちょっと、うんね、このほかにも数々の有名選手とのお写真を載せていただいているということで。うんうん 塚本さんお願いします。はい。ボビー・チャールトンですね。ああ、わからへんでしょ。ボビー・チャールトン。<laughs> はい、もうレジェンド中のレジェンドですよね。サーボビー。サーボビー。サーがついてるから。うん、サーが。僕も昔トイレでバッタリあったんですよ。へえ、うん。日本来日してきた、えー。おお。いやもう超レジェンドですよね。ね。これセレッソの時で、はい、これこの次の日にセレッソとあのー、マインユが試合したのよね。 マンチェスター・ユナイテッドが試合したんです長いでそのこう試合が僕最後のセレッソでの試合だったんですよ<ー>でその後ト鳥栖に行ったんですけど、うん、で2008年にも僕クラブワールドカップでマンチェスター・ユナイテッドと試合してるんですようん、うん、でギグスにユニホーム交換してもらおうと思ったらできひんくてでなんか最終的にもらったのはフレッチャーのユニフォームやって。<laughs> <laughs> でこの試合は <laughs> そうそうこれね安全 <laughs> っすことがいいねでこの試合はあのー、もらえへん、あのー、そのセレッソと、あのー、ユナイテッドがした試合はギグスに絶対もらおうと思って、はい、終わった速攻にギグスのとこ行って、うん、ユニフォームもらいましたからね<ー>11番のユニフォームあん時とかギグス40歳ぐらいやったんちゃうかな39か40ぐらいやったな <laughs> うん いやでもキレキリやったから俺の去年のプレーと比べたらもう全然違うぐらいやっぱキレキリやったな <laughs> あの時のやっぱあれは <laughs> これ後ろアンデルソンっていうのが嫌やな <laughs> これロナウドとかルーニーとかさ <laughs> なんかファーディナンとかビビッチとかさ、ね、かアンデルソンちょっと微妙やな続きまして何見たいですかやっぱりロナウド見たいですね、うん これはそ2000<ー>2008年の時ね幸ってブレてんねんなちょっと <laughs> <laughs> じゃあ撮ってる人の緊張が伝わりますね若い若いよねやっぱね。で,ねでももうこの,この時に本当にもうあこれがもう世界を制するやつかって思ったねやっぱり。あの99年のワーールドユースで スペイン決勝スペインでシャビともやっててシャビはシャビでやっぱりすごかったけど、うん、なんていうんかなもうロナウドとかもその体の体格とかスピードとかパワーも含めて、うん、これって日本人に無理やなみたいな、うんうん、多分追いつくことはないなみたいな感じで一応あのねあのクリスチャーノの,あのやつも。 インスタのやつも入れてこれクリスチャンのが見いひんかな,みたいなん見ていいね押してくれたら嬉しいな俺タグ付けされてるそう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 もう一回やってみようかな <laughs> そうですね擦ってみますよ<あー> <laughs> いややっぱだからこうなかなか日本人がこのレベルに行くって難しいと思う,う本当にやっぱり 見てこれ多分さこの真ん中のナイキとユナイテッドの間のところにさ多分その書いてあんのよ、うん、あのクラブワールドカップ何,何年何月何日みたいなうこういうのはやっぱいいよね海外のチームうーこういうのは好きなんやろえ <laughs> <laughs> こういうことをやる海外のチームが好きとかじゃないの <laughs> いいでもいいですよねなんかやっぱり記録に残るというかいいその時のものっていうね蘇るものがありますからね。うーんねはい し<ー>っ <laughs> やっっっかか監監督督もねねややててましたたららそれで、はい、どこのあるロ2002年う,うんにオランダのねあのスパルタ・ロッテルダムっていうチームに練習参加してまあ僕自身も海外行っ サッカーやりたいっていうのがずっとあったんで,で、まあ、昔なかなか海外に行けるとかなかなか難しい時代ででも練習行きたいなっていうので、あのー、札幌に行ったディド・ハーフナーっていうゴールキーパーオランダ人なんでに言ってでその時、ね、<ー>の監督はたまたまライカールトで。へ まあ俺かららしたらちょっとテストみたいな雰囲気で、はい、ここで良かったらやっぱりあの海外行けんちゃうかみたいな感じの、うん、あのー、写真で、うん、で、まあ、ライカールと練習終わった後部屋呼ばれて、うん「これちょっと俺行けんじゃん」みたいな「うん、契約行けんちゃうか」と思って話したら「うんうん、お前 髪の色いいな。<laughs> え？<laughs> そこと思って。ライカールトに褒められたのはプレーでも何でもなく髪の色やったっ <laughs> まあそんな。確かに奥の扉と同じ色してますもん、ねい。いやいやいや。<laughs> 扉の色とは関係ないと思うけど。<laughs> あい、そうなんか？オランダから。いやでもね、本当ね、ライカールトはね、一緒にね、ボール回しとかやったんですけどね、うん、抜群にうまかったですね。うん

一番まあ好きというか一番モデルにしてる選手ですね。ピッポインザーギー。わ、うん、かります？すごいわかりますよ。わかりこす。こい,いですね。試合終わった後なんですよ。これ試合見に行って、うん、ミランの試合見に行ってで、えー、ここのレストランは結構ミランの選手も含めいろんな人が来るという情報をゲットして。 えー、まあ来たらええなーぐらいの感じで行ったら来てたまたま <laughs> うおインザーギやと思って <laughs> もう興奮してでこれ実は写真2枚目なんですよね。1枚目撮っっててもらって、うん で帰ってパッて見たらめっちゃまたブレ出てて <laughs> 何やねんと思って <laughs> ほんでもう一回行ったんですよ、うん、でも2回目でもこの笑顔<笑><笑>あれここいつ取ったななじゃなくて、まあ、これはやっぱり向こうのこの大選手の素晴らしいところというか <laughs> でこの時ミランのね監督してましたからこの後ミラン解任になってベネツィア行ってボローニャ行ってまた解任になったけど、うん、でもやっぱりこう。 やっぱ最高っすねいいですね素敵他何か見たいものありますか他日本人のレジェンドとかと結構取られてるじゃないですか日本人のレジェンドね何の写真ですかこれどういうこと流氷博物館あの網走ですねこれち神戸時代シチュエーションとしてどうしてキングカズと流氷博物館に行くことになるんですか キキャンプにあののキャンンププににあのの行ったんですよ2004年やったかな網走キャンプ行ってでまあたまたま休みがあってみんなどっか行こうとで網走監獄あの流氷博物館みたいな、うん、あのー、2つ2つのセットのやつがあってでみんな行かへんねんけどなぜか選手は俺とカズさんだけ行くみたいな感じで。<laughs> でどれだけ寒いんやとこの流氷のその時の寒さはみたいな感じで,で濡れたオルが凍りますと <laughs> っていう写真これ <laughs> これこれはなかなかどこにもないと思うよはすごいす、ねまあ、なかなかないと思うめっちゃ寒いからでこの,ああのアインの民族衣装を着てねこうこのタオルをクワーって振ったらカッチカチにタオルが、ね <laughs> みたいなやつでこれまあ流氷博物館やけどカズさんはずーっと漂「漂流漂流」って言ってたから「<laughs> うわこれ漂流漂流だな漂流だな」っって,言って流されてたから <laughs> 流氷じゃなくて流されて流されてる方やった <laughs> 面白すぎてやばい <laughs> お これは200年かな2001年、まあ、あの札幌2年目の時に、うん、ちょうどこの時にあの代表の試合があって、うん、パラグアイ戦かな、うんえー、札幌ドームであって柳沢敦史とかが点決めたやつやけどこの時に99年でワールドユースにやってたこの名黄金世代のメンバーが2000年でシドニーオリンピックをやって、うんうん、そのまま。 2002年のワールドカップこいつら行ったからん、その時のそのそのまま2001年の試合の時に来てたメンバーでー、でこの時2001年俺結構よあの点取ってたから J1 でもこれ呼ばれるんちゃうかみたいな話があって結局呼ばれへんかったのよね。でもみんなとこうやって飯食いたいなと思ったからみんなとご飯食べようよって言って。 これすすきのの地下の店やな <laughs> 刺身うまかったな <laughs> まだあるんかな、ね、<laughs> でみんな来て「写真撮ろうぜ」っつって、うん、こういう写真もね俺結構全部今までこ,うこの時なんてデジカメのまだおっきいデジカメとかしかなかったからその本当ソニーのサイバーショットの一眼レフみたいなやつでこれ撮ってもらって<ー>懐かしいなすごいでも、ね、ーデータが残してあるのすごいすよねそう残してあるのよね、うん で最近みんなでまた集まってうまた集まってであのー、これでみんないろいろこっからあのやるからみんなで、えー、と配信とかしてやるらしいからへすごいですねなんか。うん、ここでもやってよ、うんうん ね、すごい豪華。よよ呼ぶよ、全員呼べるか,分からん。こここのこのこの辺のメ、まあ、ンバー、信二とかいなちょっとまだね <laughs> ゆうたもやってるからあれやけど、この高二とか長井くんやったら、まあ長井くんもやってるけど、まあ高二とかだすぐ来るから。すぐ来るから。<laughs> うん、おおいいね。 もう今のような写真は全部バンドさんのインスタグラムで見られるんですよね。そうそう。ぜひ皆さんフォローしてください。たくさん見られますからまだまだねお見せしてない写真いっぱいあるんでぜひそちはね。おああこれも本当最近西野さんとんかちょっとリッチな部屋ですねここよ。ある会社の役員室みたいなところでちょうど後ろにこうねアートな感じもあっていややっぱ。 かっこいいよねもう62とかでしょ、うん、3とかぐらいやけどで2時間ぐらいほんと話したけどやっぱり魅力的やね、うん、ほんと、あのー、いろんなこう裏話もしてくれたし、うんあのー、人間的な魅力がすごいある、うん、やっぱり最高やほんまに。 俺はもう本当これね結構この写真も2枚目でちょっと撮り直しして <laughs> よくありますねちょっと違うなみたいな、ね、2>, <laughs> 2枚目でこれやったらいいよみたいな感じだけど。 その後ちょっとアップで撮った写真があるのね多分交互は出えへんと思うけど、うん、この右に行くって言ったらアップで西野さん撮った写真があるんけど、うん、それがまたねいい顔してんのよ西野さんがうん、えー、いい顔してるのよねちょっとそちらはインスタグラムをぜひご覧ください <laughs> そんな別に俺フォロワー増やそうと思ってしてるわけじゃないから <laughs> ぜひ皆さん楽しんでいただいてねはいうんえこれ何時までやるの 一時過ぎまでなので話戻りますけれども、すごいバーナさんねそこで、うん、あの元気を今回引退はされず、うん、あ,あえて休憩とされた理由っていうのはどういったところなんですか、うんうん？引退も一年間ね去年の琉球であの沖縄の海見ながらずっと考えてたんですよね。うんうん、これ引退ってなんなんやろうなみたいな引退するんかな、うん、みたいな JSL に優勝して、うん、まあ引退するのも一つやなみたいな。 感じを思いながらしてたやでもなんか優勝もしたしまだやりたいなっていう思いもあって、うん、まあじゃあ別に引退ってまあ言わずにまだやるつもりでチーム探そうと思って、うん、1>, 1月31日までチーム探したけど、うん、なかなかそのいいチームというかまあどっからも結局話が来なかったんですよ。うん、でででもも自分の中ややっっぱやりたたいい気持ちはあったけどでもない、うん じゃあちょっとこうやめるんもなんやからまあ一旦じゃあ休憩にしようかなみたいな感じで、うん、一旦休憩になったんですよ。うん、でまあ1月2月1日から休憩ですね。でまあもうすぐ2か月ぐらいですね。うん、まあなんかこう今も今現在も休憩って言ってまあ次やるんかこれからどうするんかみたいなのをなんか考えてる最中って感じですね。それをやっぱりこうみんなは みみんななといいうかはっきりしろみたいうん、うん、やめるんやったらやめろっていう人もいるしまあそういうのもいいねっていう人もいるしうん、うん、でもこれってもうそのもう自分の気持ちやから周りにこういろいろ言われても何やらしてもやっぱり自分の気持ちとか体がこうそうならへんかったらどうしようもないからだから休憩しながら自分の気持ちと体も含めていろんなのをこう本当に。 見てるそう、あのー、相談してる自分の中でどうなんやみたいなもうこれね、うん、やめた方がいいんかみたいなでもうん、うん、もしいろんなチームあったらや,やるんかとかも含めて、うん、なんまだはっきりとなんかあんませえへ、うん。 やめますって明日言ってるかもしれない。うん、<laughs> そうなのね。答えが出るかもしれない。そう,そういつそれがそうなるんか分からへん、うん、一生出ずに、もうあのもうこうもうカンボケの行く手前ぐらいで、<laughs> おもうもう今日今日で引退やーって言うかもしれない。かもしれない。それ分からへん。どうなるか分からへん。<laughs> 俺自身も分からへんやっぱり。いろんな選択肢がまだまだね。うん。 その中に、うん、その今、まあ、現役か引退かみたいな中に、うん、例えばそのコメントでも結構あったんですけど、うん、将来監督になってほしいとか、うん、コーチとか指導はどうなんですかなんていうコメントも結構あったり来てたそんなコメント来てました YouTube の方に結構来てましたけれども、うんうん、今その、まあ、現時点ではその、まあ、解説とか、うん、こういうテレビでいろいろ話したりとか、はい、こうサッカーを結構伝える側になってて、うん、で今までプレーしてた 伝えるっていうのもすごくこう大事なことやなって思っててで例えばじゃあ俺がちょっと伝えて何か言ったことによってあのもちろんプレーで「あーこの選手いいね」って見てくれる人は多いかもしれんけどでもね佐々木さんみたいに知らないね J リーグ知らない人もいるわけじゃないですかでも J リーグってこうですよと例えばじゃあ1個好きなチーム作ってほしいですねそっからまた変わるかもしれないですよっていう。 伝える側っていうのもなんか今自分ができることなんかなとも思いながらあのそういうのもやりながらちょっと自分の中で感じていってたりとかする部分で,で監督とかってやっぱ選手やってたらみんな多分やりたいと思うんですよ。ややんなんなんってこう思いますけど今の現時点では急に現場に行くっていうよりかはその。 サッカーの現場選手監督コーチとかじゃないところのサッカー伝えるところのサッカーであったりとかクラブのことであったりとか経営のことであったりとかその取り巻くいろんなことを勉強したいしそれを勉強してこうサッカーが発展するような力になりたい。それをやったあとにかどうかいつかは分からへんけどどっかで監督をやってみたいっていう思いはやっぱある。 あるけど監督やりますっていうぐらい今強くあるかって言ったらない今はね明日になったらい強くこれは分からへんからほんまに分からへんの分からへんのでもまあ監督やるとしたらやっぱりこう僕が一緒にやった監督の中でやっぱさっき映ったみたいに西野監督と 岡岡岡田田田監督、西野岡田武このもう二大巨頭俺の中でやっぱり、うん、やっぱこの二人からいろんなことを学び取ってそれをこう選手たちに伝えたりチームを作っていきたいなっていう思いはありますね。うん、で琉球のね時のお話を聞いてても、うん、もうちょっとこう選手と監督とかのちょうどこう間じゃないですけどうん、うん、すごくこうね選手に分かりやすく伝達して。 こうメンタルを上げていくみたいなイメージがすごく伺っててあったんですけれどもそういう話を聞いてるとすごくやっぱり指導者としてもとかいろんな役割で日本サッカー界にこう関わっていってほしいなって思うんですけど日本サッカー界への関わり方とかってどういうふうにしていきたいとかって今思ってるこ,これってなんか自分が決められるもんじゃないなと思ってて。<う>例えば僕が JFN の何かやりたい J リーグの何かやりたいうん、うん、クラブの何かやりたいって思っててもやっぱりこう選んでくれる側がないとまあ俺はできひんと思ってるからこういう番組もそうやんやっぱ自分がいるけどでも出て欲しい出てくださいって言われてやっと俺は出れるわけで自分からこう出たい出たい出たいって出れるもんでもないと思ってるから,だからそれってこう自分がもう本当にまあ今日もそうやけど。 その一つ一つしっかりとやっていったらどっかで何かがあると思うから自分でこれをやりたいっていうのは全然ないけど何があってもやってほしいって言われるような人材になるような勉強はもういろんな勉強が多分あるしいろんなスキルがあるけどそれをもうできるだけ全部勉強したいなみたいなのはちょっと欲張りで。 行こうかな感じで思うねありがとうございますもうね明日には何か宣言があるかもしれませんからバンドさんの動向も我々はずっと追いかけていかないとはい注目していきたいと思います今日は特集ありがとうございましたということでバンドリュウジ元気に休憩中次なる活躍の場はというタイトルで特集をお送りしました一旦 CM です ということでエンディングです、えー、番組からの告知がございます明日12時からはトトマツハセガワユウさんの J リーグ展望トトヨソをお送りしますそしてこれ夜ですね何時でしょう18時何時19時,19時, 19, 時19時から近所へ放談ということで横浜やふまりの人とその一戦を雑談しながら一緒に完成しましょうと金曜日、えー、日本立てになっております、うん、そして、えー、番組冒頭でもお伝えしましたけれども明日でお昼の放送は最後、うん、え来週からは 夜放送、夕方放送、夜放送。夕方?。十八時から。十八 <laughs> 時からの放送になりますので、ぜひ皆さんそちらもご覧ください。 はいということでね私佐々木ジェイリーグ見ろよなんていうコメントありましたけれどもいや見ろよとは言ってない見てくれた嬉しいなみたいなでもねもうせっかくですからあのいろいろなんかちょっとチャレンジしてみますいろんなアプローチをチャレンジしたらまた次何か景色が変わるからはいいろいろアプローチしてチャレンジした結果また南藤さんにご相談しますあ全然全然そっからまた次こうなんちゃうみたいな ちょっとねそこのあの指導もお願いします。いやいやいや, <laughs> いやこちらこそいろ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 いやいやいろいろちょっとこっちのちょっとあの教えてください。確かにまたぜひあのこの番組にもあの遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。いつでも。ということでここまでのお相手は私佐々木と安田さんそしてバンドリュージさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。